ネイマールことネイマールだ。シンバサントスジュニオールは、ブラジルサンパウロ州文字、ダスクルーゼス出身のサッカー選手。ブラジル代表。リーグワンパリサンジェルマン所属。ポジションはフォワード。サントス時代には、南米年間最優秀選手賞を2度獲得。ヨーロッパでは、FC バルセロナに所属し、リオネルメッシ、ルイススワレスとバルサの攻撃トリオを組み、ラリーが優勝。 コパデルレイ UEFA チャンピオンズリーグ制覇に貢献。2015年のバロンドールでは3位に選ばれた。翌年もラリーガとコパの連覇に貢献。2017年には、史上最高額の2億2200万ユーロ相当の遺跡金でパリ・サンジェルマンに遺跡。1年目には、リーグ1年間最優秀選手賞に選ばれた。ブラジル代表には18歳でデビューし、 現在ペレに次ぐ2位の得点記録保持者。2013年 FIFA フフコンフェデレーションズカップではゴールデンボールに選ばれた。2016年にはリオ五輪に大栄枠で出場し金メダルを獲得。世界で最も著名なスポーツ選手の一人。スポーツプロは2012年と2013年に彼を世界で最も市場性のあるアスリートに指名し、 ESPN は2016年に彼を世界で4番目に有名なアスリートとして挙げた。2017年にはタイムにより世界で最も影響力のある選手の一人にリストアップした。そして2019年、フォーブスは彼を世界で3番目に高い収入のアスリートにランクインした。ネイマール・ダ・シウバ・サントス・ジュニオールはネイマール・ダ・シウバとナディーン・サントスとの間に サンパウロ州文字、ダス・クルーゼスで一難、カズメの長子として出生、モデル業のロファーラ・ベクレンは4歳年下の実前。ジップもかつてサッカー選手であった。成長すると、ネイマールは、フットサルとストリートサッカーに夢中になった。1992年、ネイマールは、家族と共に、サンビセンテに転居した。1999年に、 ポルトゥゲーザ・サンチスタのユースクラブ入団を経て、2003年に、サントス FC のユースクラブに移籍した。ユース年代で成功を収めると、家族はビラ・ベルミーロの隣に、初めての物件を購入した。ネイマールは、15歳の時には1ヶ月に1万レアル、16歳の時には1ヶ月に2万5000レアルの収入があった。17歳で、 プロ契約を交わしサントスのトップチームに昇格し、スポンサー契約も得た。FIFA クラブワールドカップ2011-2005年1月、12歳だったネーマールは、レアルマドリードとの契約を交わす予定だったが、締結には至らなかった。2008年2月10日、サントス FC とプロ契約を結び、違約金は5000万ユーロに設定された。13歳の時に、 モトレアルマドリード FW、ロビーニョの年末チャリティマッチに参加。試合はテレビ中継されたこともあり、一躍有名になる。その後幾度となく、サッカー番組などに出演し、サポーターからも一軍でのデビューを期待されるようになった。デビュー戦となったサンパウロ州選手権のオエステ f c 戦では、得意の高速ドリブルやペダラーダーを連発し、負けていた試合を、 逆転勝利に導いた。翌節のモジュミリン EC 戦でプロ初ゴールを決め、試合観戦していたペレに、彼はうまくいけば、私を超える潜在能力を持っていると評された。2011年のコパリベルタドーレス決勝戦の、タイシーエペニャロール戦では、アウェーの第1戦を0から0の引き分けで終え、ホームでの第2戦では47分に、値金の先制を決め、 最終的に2から1でサントスが1963年大会以来3度目のコパリーベルタドーレス制覇を達成した。なおネイマール自身はこの大会で計6ゴールを記録しており優勝の原動力となった。南米代表として出場した FIFA クラブワールドカップ2011では12月14日の初戦の柏レーソル戦でキックフェイントからのミドルシュートで 先制点を挙げ、勝利に貢献。しかし決勝では FC バルセロナの前に徹底マークに苦しみ、チームも0から4で敗北し順に優勝に終わった。2012年1月1日、2011年の南米年間最優秀選手賞に選出されたことが発表された。2013年5月26日、サントスでの最後の試合に出場し、 試合前の国家聖賞の際には涙を流した。2015年 FC バルセロナでのネイマール2013年5月24日、サントスがネイマールの放出を発表、26日に FC バルセロナとの5年契約での合意が発表された。6月3日、正式に契約を締結した。背番号は当初決まっていなかったが、ティアゴアルカンタラが バイエルン・ミュンヘンに移籍した後、サントスでもつけていた11番をつけることになった。8月21日のスーペル・コパでエスパーニャのアトレティコ・マドリード戦にてチームを優勝に導くアウェーゴールを決め、公式戦初得点を記録した。9月25日のレアル・ソシエダ戦では、チャンピオンズリーグも含め5戦連続アシストを記録した。 10月26日の実践初のエルクラシコでは1ゴール、1アシストを記録し、2から1での勝利に貢献した。12月11日のチャンピオンズリーググループステージのセルティック戦では移籍後初のハットトリックを達成した。2014から15シーズンは、アルゼンチン代表のメッシ、ウルグアイ代表のルイス・スワレスと3トップを組み、公式戦39ゴール。 三トップとしては、スペイン史上最多となる公式戦ゴール数122ゴールを記録した。さらには、チャンピオンズリーグ決勝のユベントス戦でも5試合連続となるゴールを決めて、メッシ、クリスティアーノ・ロナウドと並んで、CL 得点王となり、ラリーがコパ、デルレー、チャンピオンズリーグの3冠を達成して、欧州初のメジャータイトルを獲得した。また、 欧州と南米でクラブ王者のタイトルを獲得した史上8人目の選手となった。12月に日本で開催された FIFA フフクラブワールドカップ2015決勝でも南米王者のリーベルプレート相手に華麗な5人抜きドリブルを見せリオネルメッシの先制点とルイス、スワレスの3点目をアシストし優勝に貢献した。 サントス FC 時代に FIFA フフクラブワールドカップ2011決勝で敗れた相手でもある FC バルセロナで今度はクラブ世界一を手にした。2015から16シーズンエースであるメッシの負傷による長期離脱の際には攻撃を牽引し10月17日の第9節ラーヨバジェカーノ戦ではハットトリックを含む4得点の活躍を見せた。さらにメッシ クリスティアーノ・ロナウドと共に、自身初となる世界最優秀選手賞、フィファ・バロンドールの最終候補3人に選ばれた。シーズン後半は調子を落とすものの、公式戦31ゴール16アシストを記録し、コパデルレーの決勝でも、追加点を決めるなど、ラリーガとコパの連覇に貢献した。2016年7月1日、 クラブとの契約を2021年まで延長した。契約解除金は1年目は2億ユーロ、2年目は2億2000万ユーロ、3年目以降は2億5000万ユーロに設定された。2017年3月8日のチャンピオンズリーグ、PSG 戦では終了間際に3得点に絡む活躍を見せ、ファーストレグ0から4からの逆転勝利に貢献した。 5月27日のコパデルレイの決勝では2年連続で得点し優勝に貢献した。2017年7月中旬、母国ブラジルの報道機関であるグローボ神がネイマールが FC バルセロナから退団するかもしれないということを伝えた。現地バルセロナの機関紙であるスポーツもこれを報じたが、ムンドデポルティボは否定していた。さらに、 7月23日にチームメイトである、ジェラール・ピケが彼は残るとインスタグラムに投稿し、メッシュとスワレスが約1時間、ネイマール本人と話し合ったことから、この遺跡騒動は沈静化するかと思われたが、ピケ本人から個人的な意見だった説明したことや、本人の口からは何も話されていないことから、遺跡騒動はぶり返された。FC バルセロナのプレシーズンマッチも終わり、 8月になり7月30日からの自身のプロモーションのために訪れていた中国からバルセロナに帰国。このまま練習に参加するかと思われたが FC バルセロナから公式にネーマール本人が対談の意思を見せたことを明らかにし、契約解除金として2億2200万ユーロを払わなければ放出しないことも同時に明らかにした。 現地時間の8月3日、FC バルセロナからネイマール名義で契約解除金の2億2200万ユーロが支払われたと発表された。しかし、スペインプロリーグ機構は契約解除金の受け取りを拒否し、それに対してフランスプロサッカーリーグがネイマールのパリ・サンジェルマン遺跡を全面的にサポートすると発表する事態となった。遺跡決定後、 ネイマールの父親はバルサに前年の契約更新ボーナスの支払いを求めたが、クラブ側は条件を満たさないとして、これを拒否した。また、8月22日に FC バルセロナは契約延長のボーナスとして支払われた金額の返還と損害賠償金として850万ユーロに支援金の10%を上乗せた金額を支払うことを求めたことを発表した。 2017年2017年8月3日、パリ・サンジェルマン FC への移籍が発表され、2022年までの5年契約を締結した。背番号は、ハビエル・パストーレから譲られた10番に決定。なお、背番号10番は、ズラタン・イブラヒモビッチや、ジェージェー・オコチャといった、名手、同郷の先輩であるロナウジーニョやライイがつけた、背番号である。 2017年8月12日 EA ギャンガン戦で同クラブの選手としてリーグデビュー同試合で1ゴール1アシストを記録した2018年2月25日のオリンピック丸声優戦で足を骨折してその後のシーズンは離脱した公式戦30試合の出場で28ゴールを記録した2018から19シーズンは開幕戦からゴールを決めた 10月4日、欧州 CL 第2節のレッドスターベオグラード戦では、ハットトリックを決めて今季 CL 初勝利に貢献した。2019年1月下旬のクープ・ドゥ・フランスラウンド16の RC ・ストラスブール戦で、相手のチャージを受け、中足骨骨折を負った。欠場した欧州 CL 決勝 T1 回戦のマンチェスター・ユナイテッド FC 戦。 第2戦での審判の判定に対し、自身の SNS で怒りを炉にした。これにより3試合の CL 出場停止処分を受けた。約3ヶ月離脱した後、4月22日のエース、モナコ戦で復帰。同月27日のクープ・ドフランス決勝のスタッド・レング戦では、得点を挙げたが敗れた。その表彰式で、 PSG の選手が近くの観客と握手を交わしながら、メダルを受け取るために階段を登っていく中、列の最高尾近くにいたネイマールがチームメイトを侮辱したという観客の一人の顔を出した。この行為は、監督やチームメイトからも苦言を呈され、フランスサッカー連盟から3試合の出場停止に、加えて2試合の執行猶予処分を下された。 2019から20シーズンは、怪我や開幕後まで遺跡話があったことも影響し、9月14日のリーグワン第5節 RC ストラスブール戦で初出場。ホーム開催にもかかわらず自身に対してブーイングが起きたが、後半アディショナルタイムに決勝点となるゴールをオーバーヘッドキックで決めた。しかし10月の代表戦や2月のリーグ戦でも負傷して、 しばしば離脱しており、リーグ戦は15試合の出場に止まった。欧州 CL では、ラウンド16ボルシアドルトムント戦にて、ホーム戦とアウェー戦で、それぞれ1ゴールずつ決め、チームの準々決勝進出に貢献したほか、チームを決勝まで導いた。2010FIFA フフワールドカップ後のブラジルの最初の試合となった2010年8月10日のアメリカ戦で、ブラジル代表に、 初めて招集された。ネイマールはこの試合で代表デビューを果たし、先制点となる代表初ゴールを挙げた。2011年1月に開催された南米ユース選手権では、得点王となる9得点を挙げる活躍で、ブラジルの優勝に貢献した。ロンドンオリンピックの言う -23 ブラジル、代表メンバーに選出されると、全7試合に出場して4得点を挙げ、 銀メダル獲得に貢献した。2011年2011年3月27日のスコットランドとの親善試合では初の1試合に得点を記録した。この試合では2得点目を決めた際にネイマールに対して観客席からバナナが投げつけられた。バナナは黒人差別を示唆するものであり、スコットランドサポーターによる人種差別がなされたのではないかと問題になった。 後にバナナを投げつけたのは、ドイツ人観光客だと判明し、人種差別的意図はなかったと主張したことから、事態は沈静化した。2012年9月10日の中国との親善試合で、代表では、初となる、ハットトリックを記録した。2014FIFA ワールドカップ、クロアチア戦地元、ブラジルでの開催となった 2014FIFA ワールドカップでは、 グループリーグのクロアチア戦、カメルーン戦で2ゴールずつを奪い、準々決勝の時点で、チーム最多得点となる4ゴールを挙げていたが、準々決勝コロンビア戦、後半43分に DF 不安、スニガの膝による、激しいチャージを、背後から受け負傷、そのまま担架で運ばれ、フォルタレザ市内の病院に搬送、脊椎骨折で、全治数週間と診断され、残る、 準決勝以降の試合に出場できなくなった。続く準決勝でネイマールを欠いたブラジルが大敗したこともあり、スニガには非難が殺到し、脅迫や犯罪予告が行われる事態となったため、ネイマールは当時流行していたアイスバケツチャレンジでスニガを指名すると、スニガもこれに応じ和解をアピールした。ワールドカップ後の初戦となった2014年9月5日の コロンビアとの親善試合では、チアゴシウバの負傷に伴い、ブラジル代表史上最年少となる22歳での首相に任命され、試合前には、コロンビアのキャプテンとなった因縁の相手である、スニガと抱擁し、和解を強調。試合では直接、フリーキックによる決勝点を挙げた。2014年10月14日の日本との親善試合では、 自身初となる1試合4得点を記録した。ブラジル代表では2000年10月8日のベネズエラ戦でロマーリオが記録して以来14年ぶり8人目で22歳での4得点は最年少4から0で全4得点を挙げたのは史上初めてだった。この4得点で代表通算40得点としベベットを抜きブラジル代表歴代5位となった。 また、日本からは、通算7得点目となり、日本代表を相手に、史上最も得点を挙げた選手となった。2015年5月5日に、ブラジル代表として、コパアメリカ2015のメンバーに選出された。6月14日にグループステージ初戦のペルー戦で1得点、1アシストをマークし初戦を勝利したが、6月17日のコロンビア戦で、ドゥンガ体制になって、 初めて敗れた。その試合後に、相手、DF パブロ・アルメロに対して、ボールを蹴りつけ、その後乱闘に発展した。この乱闘により、相手 FW、カルロス・バッカと共にレッドカードを提示され、6月19日に、南米サッカー連盟は4試合の出場停止処分を下したことを発表した。これにより、ネイマールのコパ・アメリカ2015が終了した。 また 2014FIFA フフワールドカップで負傷させられた、コロンビア代表 DF 不安、スニガに対して皮肉コメントを浴びせていた。2016年6月29日、リオデジャネイロオリンピックの U-23 ブラジル、代表メンバーにオーバーエイジ枠として選出された。ネイマールは、 リオデジャネイロオリンピックの出場を優先するため、コパアメリカセンテナリオの出場を欠場していた。準決勝のホンジュラス戦で、オリンピック史上最速となる試合開始からわずか15秒で、ゴールを決めた。ブラジル W 杯の雪辱戦となったドイツとの、決勝戦では、先制点を挙げて、大会4ゴールを記録し、PK 戦でも、最終キッカーとして成功し、 ブラジルのオリンピック初優勝に大きく貢献した。リオデジャネイロオリンピック後、キャプテンであることは名誉だった、様々な愛情を受けて、キャプテンをしていた。しかしもう、ブラジル代表のキャプテンはやりたくないと心境をおとろし、チアゴシウバから受け継いでいた、キャプテンマークを、ジョアン・ミランダに引き継ぎ、自らはキャプテンを降りた。なお、2018年の W 杯後に再びキャプテンに、 なったが、問題行動により2019年に監督から、剥奪された。2018FIFA フフワールドカップでのネイマール2018年 2018FIFA フフワールドカップの最終メンバーにも選ばれた。6月3日のクロアチアとの親善試合で、足の怪我から3ヶ月ぶりに国際試合に復帰し、ゴールを決めた。本大会では、 グループリーグ第2戦のコスタリカ戦で1ゴール、決勝トーナメント1回戦メキシコ戦では1ゴール、1アシストを決めた。しかし、準々決勝のベルギー戦で敗れた。大会を通じて、データ上は良いパフォーマンスを見せたものの、相手のチャージに対する過剰演技を何度も繰り返し、批判を集めてしまった。コパアメリカ2019の代表メンバーにも選出されたが、 直前の親善試合で右足首に人体損傷を負い欠場が決まった。2022FIFA ワールドカップ南米予選の第2節ペルー戦でハットトリックを達成したことで通算得点数を64に伸ばし、ロナウドの62を超えて代表歴代2位となった。ネイマールは主にウィンガーまたは攻撃的なミッドフィールダーとしてプレイしている。 433フォーメーションでは、クラブと代表の両方で、左サイドのウィンガーとしてプレイし豊富な運動量と、創造性を活かし、また内側に切れ込むようにプレイすることで、利き足右足でシュートを打ち、相手ディフェンダーの重心を2度3度動かすような、ドリブルやパスでチャンスを作る。創造性、視野の広さ、パススキル、シュートスキル、ドリブル、フェイント、テクニックにおいて優れており、 同胞のロナウジーニョにも例えられる。ヒールリフトを得意技としている。利き足は右足だが、両足と頭で得点することができ、フリーキックとペナルティーキックの名手である。またネイマールは、ドリブル、シュート、ヘッダー、コントロールなど、すべてを完璧にしたい。常に改善できるものだ。と常に向上心を掲げていることを語っている。 リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、アンドレス・イニエスタ、チャビ・エルナンデス、ウェイン・ルーニーを影響を受けた選手に挙げている。ロナウジーニョは、ネイマールが、世界最高の選手になると評している。ロナウドも、同様に現状はメッシが、世界最高であるとしながらも、ネイマールは、世界最高の選手となり得る才能の持ち主であると、評している。モトレアル・マドリードの監督、 ホルヘ・バルダーノは、ネイマールを称賛し、ネイマールが大好きだ。彼の個人技の多くはゴールをもたらし、しばしばピッチ上で彼だけでプレーしているように思わせると語った。チャビエルナンデスは、ネイマールが素晴らしい選手であり、非常に良い態度を持ち、世界で最高の選手になるだろうと述べた。パリ・サンジェルマンに移籍以降は、怪我が多く、 11度の怪我や4度の出場停止などにより2019年10月23日時点での PSG での出場率は50%しかなかった。国際 A マッチ95試合66得点、FIFA コンフェデレーションズカップ2013表彰式にて、リオデジャネイロオリンピック表彰式にて、ありがとうございます。